おはようございます。2024年3月14日木曜日の朝です。今日の体重は 65.55 でした。体脂肪率は 36.5% です。おはよう、アベラちゃん。今日の天気はまだ曇ってるけど太陽は向こうで頑張ってる感じです。晴れるのかな、天気予報まだ見てませんけれども。そんなわけで今日はですね、免許の更新があります。なので昨日小顔チャレンジやっといてよかった。顔がとってもすっきりしております。で、ですね、私阿比谷町に住んでますけれども、札幌の厚別区っていうところまで行く予定なのでですね、今日ちょっと午前中のうちに全部いろいろ済まそうかなって考えておりますので、これから急いで準備したいと思いますよ。今ですね8時なんですけど、8時半には出ようと思っております。なのでちょっと時間ないので左右は飲みません。今8時半です。ちゃんとバッチリメイクでですね、髪の毛もちゃんとしまって、ちょっと白髪がまた出てきちゃってますからね、染め直したかったけど時間なかったからやらなかったけど、そんな感じで準備ができましたので、じゃあこれからまずね免許更新行っていきたいと思いますよ。あ、ご飯食べる時間なかったの、そういえば。まず入ってきます。あ、白鳥がみんな帰るの、シベニアに行っちゃった。いっぱいいる。お、おー、いっぱいいる。あらまー、厚別警察署着いた。ずっと車の中で小顔運動やっておりました。小顔かな。行きます。予定よりも早く終わりましたよ。ちょっとね買い物とかもしようと思ってたので行きたいと思います。じゃあ見てください、これが5年前、これが今日。ちょっとね意識しすぎてキュッてなんか顔になっちゃったけど、どっちもどっちって感じ。エリコロの動画、札ドラ行きます。新札幌着いた。ちょっとですねこちらで今日はお昼を食べようかなと思っておりますけれども、このねここにできた新しいこの施設ちょっと気になるので、ちょっとだけ覗いてこようかなと思いますよ。まずは先にご飯食べようかな。行きます。久しぶりにペッパーランチで食べることにしました。今日のお昼ご飯です。今日はペッパーランチのビビンバのペッパーライスにしました。食べます。サンマルクカフェでお茶します。アメリカンコーヒーとなんかすっごい美味しそうだったから、この信玄餅のチョコクロじゃなくて信玄餅がわらび餅が入ってるクロワッサンも頼んじゃいました。食べます。紀ノ国屋行きます。なんかですね本当はここの新しいところ行こうと思ったんです。そこ連絡通路になってるからね、なんですけど結構あのサンマルクカフェとかでゆっくりしすぎちゃったので、今日は行かないで今度またゆっくり時間作って行こうと思いますよ。今日はもう、あ、そうだ、次の用事がありますからね。行きます。千歳市の本田に来ました。オイル交換でございます。ちょっとここでお茶飲めるのでお茶いただいて飲んで待ってます。緑茶飲みます。よし、オイル交換終わったので帰ります。トライアル行きます。帰ってきましたよ。もうなんだかあったかくて春っぽいですね。よいしょ、あ、気持ちいい。あ、中入れます。今日の夜ご飯です。今日は鍋焼きうどんにしました。ほうれん草たっぷり、これはなめこ、お揚げ、人参、ちくわ、卵、あと草餅も入ってます。そしていただきましたマカロニのサラダで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね免許の更新行ってきました。最近ですね、今回私5年ぶりの
免許の更新だったんですけど、前回はなかったんですけどね、オンライン講習っていうのが受けられるようになってて、で前日にですねやったんですよ、スマホから。でなんかマイナンバーカードとかをなんか登録して、なんかどっかに入って、そしたらちゃんと教習、よく免許の更新で見るようななんか運転のなんかこう動画みたいなやつを見て、それで質問に3問くらいだったかな、答えて、丸×のやつ答えて、それでちょちょちょって進んで終わりみたいな感じだったんですよね。ほんと30分もかかんなかったかなっていうくらい、本当にすぐに終わっちゃってですね。でも実際には免許証自体は警察署に取りに行くことになってたので、それで今日厚別区、札幌市の厚別区まで行って取ってきました。他にもね、取りに行く場所何か所かあったんですけれども、まあ、一番行きやすいかなと思って、で写真も一緒に撮れるところがね、うちの近くだと厚別区だったんですよね。なので行ってきてですね、それで免許更新してきたんですけど、なんか写真をね見せるかどうか迷ったんですけど、なんかすごい気持ち悪いからなんですけど、まあいいやと思ってちょっとね比べてみたんですけど、まあどっちもどっちかなって感じでしたね。しかも5年前はまだ YouTube とかも私やってないから、ほんとね、あれまあでももう太ってたよね、あの時。75キロまでは行ってないんですけど、体重も多分今と同じくらいだったと思います。徐々に太り出してきて60キロ超えてるような感じの、確かね、あれくらいの時って60前半とかだったかな、うん、なんかでもそれくらいだったと思うんですよ、体重も。そうだから本当に今の方が太ってるけど、あ、わかんない、でももしかしたら5年前の時も65キロくらいもあったのかもしれないけど、ちょっとわかんないんですけどね。なんですけど、まあ比べてもどっちもどっちかなってその時は思ったんですけど、今考えたら5年前って考えたら、5年前ってそんなに変わってないんだったらよしとしようと思ってですね。で結局いいことにしました。そう、年そんなに取ってないってことでですね、そこでなんかがっつりなんか老けちゃったとかだったらちょっとショックかもしれませんけど、まあでもそんなことよりも老けたとかそういう問題じゃなくてね、今せっかく小顔チャレンジをねしてる途中だったから、ちょうど良かったなと思って、本当に。そうで、それでなるべくね、こうこの辺すっきりしたくて、もう車の中で行く途中ずっと車の中で耳回したり、こういうとこをしたり、いろいろ、でも化粧してたからあんまりいじれなくて、でちょっとグッてツボ押したりとかしながら、でベロでぐるぐるやったりとか、上向いてーってやったりとか、なんかとにかく車の中で旦那さんと喋りつつも、何かしらどっかかしらこう刺激をしてですね、頭も縛っちゃったから、そうできる範囲でこうこうやってやってガーってやったりとかしてですね、それで挑んだんですけど、まあでも写真撮ったら本当にそんな言うほどって感じでしたね。でもあれですよね、やっぱりやらないよりは絶対やっといた方が良かったと思う。きっとやってなかったらもっとこの辺ねタプタプしてたんじゃないかなと思ったりもしてます。で本当にね、なんか自分でも実感があるんですけれども、やっぱりこの辺すっきりはしたと思います、すごいやってて。で最初始めた時から2週間くらいは本当に毎日もう真面目に、宿題をやってたんですよ。口のベロをぐるぐる回したりとか、この辺とかこうやってつまんだりとかするとか、こう体場のこのひねって取れるとこでこうやって頭マッサージするとかをちゃんとしっかりやってて、それで旅行中もやってたんです、前半は。でも旅行の後半はもう体ば疲れてるから、体ばやったら絶対次の日体疲れ残らないっていうの分かってるんだけども、それが分かっててもできないくらい疲れてたんで、なのでもちろん顔の方もできなかったんですよね。そう、それで帰ってきてすぐね、昨日行って小顔のレッスンしたんですけれども、いや、全然違った。なんかだから、ここ何日間かサボっちゃったんですけれども、
そのサボったらやっぱりこの辺タプタプし、なんか気になりだすんですよね、なんとなく。でもやるとやっぱりグッてやっぱり上がります。もうそれってすごいもう顕著に現れてて、この自分でここを掴んだ感じとかも全然違うので、やっぱ、継続は力なりですよね、本当にね。でもやっぱり口、ベロぐるぐる回すとかはちょっと癖になってて、テレビ見ながらとかでも、なんかそれこそ編集しながらとかでも、こうやってなんか、やってんですよね。なんかこう、口の周りとか、やってたりしてるし、なんか気づいたらこういうとこ自分でね、こうやって押したり刺激したりとかして、いじりすぎてもね、摩擦は顔良くないって、大井先生も言ってたので、あんまりゴシゴシしませんけれども、なんかちょっとこうちょこちょこっとこう、刺激を入れたり回したりとかっていうのをですね、なんかこうやってるだけでも、ながらでできるから、やるだけでも全然違うなぁと思いながら、すごいなぁって思いました。もう今日もすっごいいっぱいあったから、割とちょっとね、なんかこう、シュッとしてる気がします。あ、でもなんか私、ね、なんかこう、暗示にかかりやすいというか、やったら、ああ、良くなったって、すごい思い込みが激しいタイプなので、あんまり変わってないかな。あ、でも変わってるような気がするんだよなって思いながら、やってました。そんな感じで免許更新できてですね。そんな感じで、その後もお買い物とか行って、で帰ってきて、なんか本当にいろんなことをやったりとかして、でしかもちょっと道の駅行ったりとか、ちょっと奈々さんち行ったりとかって用事があってね、やってたんですけど、私なんか玄関にスマホ置いてっちゃって、なんか最近なんかスマホを玄関に置いて、靴履いてそのまま出かけるっていうのを2連チャンでやってるので、ちょっと気をつけなきゃいけないなって思ったんですけど、それで今日もちょっと忘れてっちゃったから何も、取れないで帰ってきたって感じだったんですが、その後ですね、お家でご飯食べたんですけど、ちょっとね、旦那さん今ね、早めに寝ちゃったんですけど、喉痛いってお昼くらいから言い出してて、で、ね、ちょっと熱っぽくなってきちゃったんですよね。だから、あれ、もしかしたらなんかなっちゃったかも。てか、喉が痛いから始まってるから、もしかしたら私の、この間までのね、体調のやつが、なんか出ちゃってるのかもしれないですしね。私はなんか熱は全然上がらなかったし、体力的にもずっと元気の状態だったので、もうただただ声が出なくなっちゃったっていう感じだったんですけど、なんかちょっと似てるけど、旦那さん熱出やすいタイプなんで、もしかしたら今熱出てるかもしれないから、それでなんか、本当はご飯食べる予定だったんですよ。ご飯作ってね。なんですけど、なんか鍋焼きうどん食べたいとか、多分喉痛いんでしょうね、きっとね。で、なんかツルツルって入るものがいいって言われて、で、ちょっと近くのコンビニのセイコーマート行って、うどんの麺だけ買ったんですけど、ソフト麺みたいな、茹でてあるやつ、1人前しか売ってなくて、だからそれを2人で分けようと思って、分けて、で、私は多分それだけじゃ足りなくなっちゃうだろうなと思ったので、草餅も入れたんですけど、なのでちょっと言い訳じゃないけど、一人前プラス草餅じゃなく、麺半分に、草餅。まあそれでもね、多いかもしれないけど、でもそんな感じで食べてたんですね。そう、だからね、美味しかった。そんな感じでした。ね、そう、今流行ってるから。で、そう、さっき私動画撮るの忘れちゃったんですけど、喉にね、痛い時、結構私たまに作ったりするんですけど、生姜すりおろして、で蜂蜜でわーって生姜を入れてわーって煮沸させて、ちょっと冷まして、そこに蜂蜜とあと無添加のねレモン汁があるんですよね。有機で作ったレモンのレモン汁みたいなやつ、それを大さじ1くらい入れて、それで飲むと結構喉にいいから、それを作ってあげて、自分の分も飲んで、で私は別に全然大丈夫なんともないけどもね、生姜は体温まりますからね、一緒に飲んでみましたね。そう、なんかちょっと今季節の変わり目で体調崩しやすい時期にもなってますからね、皆さんも体調を気をつけてくださいね。私もちょっとなんだかんだ言ってね、バタバタして、なんか旅行から帰ってきて余韻に浸る間もなくバタバタしてるから、またねどっかでガチヤーンってなんかガクーンってなったりすることがあるから
私そうなんか思うんですけど、体調とか気持ちとかはすっごいいつも元気、あの気持ちはすごいいつも元気で、あれもやりたいこれもやりたい、あれしなきゃこれしなきゃみたいな感じでずっとこういるんですよね。モチベーションは高めなんですけれども、どうしてもね、あのもともとそんなに体丈夫じゃないんです、子供の時から。で今はだいぶあの大人になってから良くはなってるんですよ。全然元気なんですけども、それでもやっぱりね、もともとのこう体質ってあるみたいで、なんか体に故障が必ず出るんですよね。だから本当にあのダイエット始めた当初から言ってるんですけれども、本当にね、無理しないっていうのが私のテーマなんですけど、まあすぐすぐ無理しちゃうの、それで体調を壊すっていうパターンが多いので、ちょっと今ね、それにな、そっちの方になんかちょっと持ってかれそうな気配があるから、ちょっと気をつけながらね、あのそんなに疲れないようにやっていこうかなと思います。まあでもね、何やってても楽しんでついついなんですよね、私の場合。本当にもう辛い、疲れてるのに辛いとかっていう風にやらないんですよ。もうなんか疲れててもやりだしたらそれがすごく楽しいとか、あの人と、あ、疲れてて人と会ってて、あ、もう疲れてるから会いたくないとかじゃなく、もう、ね、会っちゃうとね、すっごい楽しくなっちゃって、その場をめちゃめちゃ楽しんじゃうタイプなんですよね。だからね、それはね、私の体のこともちょっとね、考えてあげちゃないとダメですね。そんなわけでちょっとね、気をつけますって感じで、今日はこれくらいにしていきたいと思います。なんか変な終わり方だけど、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。